男子テニス、木下グループジャパンオープン、26日、有明テニスの森公園。シングルス1回戦で元世界ランク4位の錦織圭、34イコールユニクロイコールが、2014年全米オープンの決勝で敗れた元世界3位のマリン・チリッチ、クロアチア、56対43の66対3で破り、2回戦に進んだ。世界ランク59位の西岡義人、ミキハウス。 和道21位のフェリックスをジェアリアシム、カナダ、27対6、3から6、7対6で勝ち上がった。全米オープン準優勝で第1シードのテイラー・フリッツ、米国、は敗退した。写真、サーブ副長に持参の錦織34歳必死の軽装でラケット振っている。錦織は因縁のベテラン対決を制し、6年ぶりとなった日本のファンの前で健在ぶりを示した。 1> 第1セットは4対4で迎えた第9ゲームでブレイクを奪い、1セット選手第2セットは落としたものの、最終第3セットは一進一退の攻防から第6ゲームでブレイクに成功し、2時間超の激闘に決着をつけた。2018年大会以来の融資とあってチケットは完売。満員の観客に応えた占領役者は、コートに入る前は緊張していなかったが、 直前に「チケット、完売です」って言われてドキッとして、一瞬緊張が巡った、と笑いを誘いつつ、後半は徐々に上げていけた。調子やフォームが戻ってきて、緊張する中でもいいテニスがちょっと戻ってきた。不安はあったが、1回戦を勝ててよかった、と復調に手応えを示した。